デッサーが明かした黒幕の名はミランジョ。その名を聞いたボッジの中に幼い頃のシーナとの記憶がよみがえる。リガンを捕らえ冥府へと連行しようとする冥府騎士団の前に立ちはだかるボッジたちだが、デッサーはリガンの過去、そして彼の犯した罪を語り始める。次回、王様ランキング第16話、王の威厳。